デリック・デル・モアはアメリカ合衆国メリーランド州出身の男性フィギュアスケート選手。1998年世界ジュニア選手権男子シングルチャンピオン。アフリカ系アメリカ人。スタンフォード大学卒業。メリーランド州にあるアンドルーズ空軍基地で生まれ、9歳の頃にスケートを始めた。1994から1995年シーズン。 ハンガリーのブダペストで開催された世界ジュニア選手権に初出場し10位。1997から1998年、シーズン、ジュニアクラスの国際的競技会、ジュニアシリーズが創設され、JS ソフィア杯と JS ハンガリー杯に出場し、JS ソフィア杯では2位となった。同年、カナダのセントジョンで開催された世界ジュニア選手権では、予選、ショートプログラム、 フリースケーティングすべてで1位となり優勝を果たす。翌1998から1999年シーズンにより本格的にシニアに参戦し ISU グランプリシリーズで NHK 杯などに出場。現在は自ら振り付けを行うなどしアイスショーでも活動している。スケートと並行し学業にも力を入れスタンフォード大学で コミュニケーション学と心理学を専攻し、2000年に卒業した。2007から2008シーズン2006から2007シーズン2005から2006シーズン2004から2005 シーズン2003から2004シーズン2002から2003シーズン2001から2002シーズン2000から2001シーズン1999から2000シーズン1998から1999シーズン1997から1998シーズンありがとうございます。